こんにちは。速稼塾の久保です。吉田さんね、ポストによくチラシとか入ってるじゃないですか。その中で、なんか家電の無料回収ってのを見たことないです。テレビとか冷蔵庫とか、まあタイヤとかね、自転車とかを無料で回収しますよとか、何月何日頃伺いますみたいな感じで、こう入ってたり、あとトラックでね、軽トラックでガヤッと回りながら、無料回収やってますみたいな放送しながらね、こうやってぐるぐる回るやつね、あるんですけども、これ来たことないですか？うちの地区ね、まあ、たまに来るんですよ。でも中にはちょっとね、無料と言いながらこういろんなものをね、トラックに乗せた後で、あ、これだったら3万かかりますねとか言ってくる人がいるんですよね。で、あ、3万かかるんだったらもう出さなくていいですって言うと、じゃあ下ろしてもらっていいですって感じで、業者の人ね、こうやって腕組んで下ろせみたいな感じになるわけなんですよ。そしたらやっぱり雰囲気悪くなるから、持っててもらうのはしょうがないかなみたいな感じになってね、しかも下ろせないですからね、ほとんどの人はね、お年寄りとか下ろせないじゃないですか。だから持ってってもらうのにね、そういうことをする人もいるんですよ。で、このなんかそのいわゆるね、産業廃棄物を持ってきますよっていう風な業者に対して、私はちょっとね、偶然なんですけども、この数年間、この町に住み始めて数年間ね、まあ稼ぎてしまったことがあるんですよ。というのが2つ理由があって、1つはね、その業者さんがどこがいい業者さんなのかわからないっていうことなんですよ、この地区でね。だから出そうと思ってもちょっと出せないみたいなところがあるんですよ。かといって粗大ごみの日とか廃品回収の時に出すのもなかなか難しいと。これ2つ目の理由なんですけども、ゴミに出したいんだけども、持っていく体力がないんですよね。もう皆さんお年を取られていて、だから非常にね、出したくも出せないようなゴミが家庭にあって困ってるらしかったんですよ。で、私がこの町に住んでそういうことを知って、で、まあそういう方とね、関わりを持つようになってね、あ、だったら僕がまだ出しとくんで、持って帰って私の家に置いときますよって感じで、少しずつね、そういう方の廃棄物を預かって、それで私が代わりに出してあげるみたいなことをやり始めたんですよ。で、最初は、まあもちろん無料でね、やらせてもらってたんですね。それはまあそうですよね。そんなことでね、金稼いでもしょうがないねと思ってやってたんですよ。で、実はこれね、もう3年か4年やってるんですよ、こういうこと。で、去年私、まあ会長やってたんですけども、町内会のね、去年もやってたんですよ。まあ去年は余計できたんですよね、会長っていう立場で、あ、持っていきますよみたいな感じで、持っていけないのがあったら持っていきますよって、町に対して発信する場所が結構ね、ありましたんでね、月に2、3回で回覧板で回収しますよとか、言ってたんですよ。で、軽トラックで回収の人が来ても、その気づいた時にこれえっちらおっちらと持っていくとトラックが行ってしまうわけなんですよ、だから回収業者さん来たなと思っても、そもそもね、間に合わないらしいんですよ。もう足がもつれちゃって、皆さんお年ですんでね。で、家でこうやってくつろいでたらトラックの音が聞こえてきた、バーッと行ってもトラックはもう行っちゃってるみたいな感じとかあってね。で、そういう問題もあるんで、まあ、私が一旦もうそういう方のを預かって、私が取りに行きますんで、私が取りに行って預かって、私の家に置いといて、で、トラックが来たなと思ったら私がね、ちょっと止まってくださいって言っていろいろ運んで、で、回収してもらうみたいなことをやってたんですよ。もう私はその業者さんとか、あ、こいつはダメだなと思ったら最初からね、まあ、持っていくような話にならないし、大体このスマホでね、いくらお金がかかるかってことを目の前で、業者さんの目の前でこうですよねって感じで交渉しながらね、持ってってもらうんですよね。で、中にはやっぱりね、リサイクル料金が必要なものもあるんですよね、それはやっぱりまともにそこまでタダにしろとは言えないんで、まあ、薄型テレビとかね、ああいうのはやっぱり何千円かかかるんですよ、冷蔵庫とかね。で、ああいうの最初私負担してたんですよ、自分で3000、4000払いながら、まあ、交渉して安くしてもらいながらね、持ってってもらってたんですけども、まあ、そういうことやってたら、町の人がね、いつもありがとうねって感じで、まあ、1000円とかね、3000とかくれるようになったんですよ。で、最初はそんなつもりじゃなかったんで、あ、いいですいいですって言ったんですけども、その町の方がね、いや、もうこれ受け取ってもらわないともう物が頼めなくなっちゃうから、だからお願い受け取ってみたいな感じでね、まあ確かにそうだなと思ったんで、無料でやると皆さんも遠慮しだしたんですよ。だからまあお金受け取ることにしたんですよね。まあ当然リサイクル料金たまにかかりますからね、まあ、ですね、お金ずっと受け取っていったら、まあ2年ぐらいでね、合計100万ぐらいになったんですよ。もちろん100万円全部残ってないですよ。リサイクル料金で払ってるんでほとんどないわけですよまあでもね、こういう形でも
あ、お金が集まるんだなっていうふうな気づきでしたね。で、それはもともとどういうふうになるかっていうと、ポストに入ってた無料回収ですよって紙から始まった100万なんですよ。で、そんな紙なんて大抵捨てちゃうじゃないですか、ベロッと。捨てれば何も起きてないんですよ。で、当然私が儲かったわけじゃないですよ。お金、右から左なんてほとんどね。でも、町の人から信頼されているっていうものが残ったんですよ。あの人はこういうことをやってくれる人だっていうね。それはすごく大きいなと思いました。で、おかげさんで別のことでうまくいってね。あ、ちょっとここでは言いませんけども。あ、なんかいい関係になったなと。町住みやすくなったなみたいなところなんですよ。さあ、ここでね、何が言えるかってことですけども、このストーリーを聞いて、お前の作り話だろっていう人と、あ、そういうことがあるんだっていうふうに考える人と分かれると思うんですよ。まあ、これがね、嘘だろうと本当だろうとどっちでもいいと思うんですけども、肝心なのは、こういうふうに何気ないね、ポスティングされたチラシ1枚からでもちゃんとお金が作れる、人の信用が集まる、多くの人と関わることができる、そしてもしかしたら、廃品回収ではないけど、別のものをその人たちに売っていくことができるんじゃないかなっていうふうなステップになるってことなんですよ。でも、大抵の人はね、ポスティングされたチラシなんてぼーっとしてて、ぐにゃぐにゃって捨てて関係ねえやって捨てて終わりとか、で、自分でそのチラシをもとに廃品回収とか持ってってもらうけども、でも、周りの人のことはあんまり関心がなかったり、そもそも周りの人と関わってなかったりするんですよね。じゃあ、どこで一体ね、稼ぐべきポイントを作るんだってことを、ここでもやっぱ失ってると思うんですよ。前々から言いましたけど、NHK のこととかね、宗教のこととか、全部お金に変えようと思ったら変えれるんですよ。っていうのが、出会えばそれは集客成功ですからね。誰かとお話をすればセールスのチャンス、そこに存在してるわけなんですよ。教育のチャンスと言ってもいいでしょう。NHK が来た時に私はすでに、速稼塾の教育をしてるわけですよね。速稼塾っていうものをやっていて、こういうふうな暮らしができた、ネットビジネスってすごいなって言いながら、余裕な暮らしを送ってるから、あなたのこともちゃんと話聞いてあげれるんですよ、と。で、NHK の料金もパタッと払えるし、宗教の方が来ても、上がってちょっと話しませんかってことで30分1時間ね、対話もできるし、それから政治関係の方が来てもね、やっぱり私はね、全ての政党の関係者の方と、この度ね、お話しさせてもらいましたよ。それもやっぱ時間があるからなんですよね。で、なんで時間があるかって言ったら、しっかりと稼ぎがあるから。なんで稼ぎがあるかって言ったら、ネットビジネス40歳から始めたからですってことで、やっぱ一貫してるわけですよね。だからどんなところからも人と話せば、私は自分のことを話しているようで、もうセールスをしてるわけなんですよ。だからこういう流れがね、いつもあるんですよね。だから私は普段の暮らしが全部集客であり、教育であり、セールスになってるんですよね、きっとね。こうなってくると、すごく楽だなってことですね。最初はそういうテクニックはないですから、本当にね、セールスのための、なんですかね、ライティングをしてメルマガ流したりとかね、メルマガは1年間で2万人お客さん集めましたからね、読者さんは。で、セミナーを毎日のようにやったりとかね、してましたけども。今それをしなくてよくなったのは、もう自分の日常とか、立ち振る舞いが全部集客であり、コンテンツ作成であり、セールスになってるから、なんでしょうね、きっとね。でもやっぱりね、多くの人は、そんな体験したことがないんで、いや、嘘だろうと、作り話だろうっていう方もいるんですよ。それは仕方がないかなと思います。そもそもね、たった一人で3年間で1億稼ぐなんて誰も信じないんですよ。でもそれをやってきた人は、あり得るよねって話ですよね。だってあれでしょ、なんか、6時間で4億稼いだみたいな話もあるわけじゃないですか、なんか。正確な数字は忘れましたけども。だからそれも今ね、あり得るよねと思いましたよね。で、つい先日もね、2週間足らずで6億円とか、ちゃんと集まってるわけですから。だからね、何を見てるのかなと思いましたね。みんな何を見てるんだろうかと。こういうことが身の回りに起きてる。例えば私の世界ではこういうことが当たり前のように起きてると。毎日3万円の利益がね、バカバカと振り込まれるのも速稼塾っていうのがあるからなんですよね。で、ドリアカも120万みたいな商品が売れてると。たった一人で運営してるものが、バーチャルな、コンテンツがね、売れてるという現実もあると。何年もですよ。で、R34維持してたりね、 2代目の BMW 持ってたりとかね、大して乗らないと思いますけど、私も同じようなもんですよ。で、今回ね、これ、車検来ましたよね。車検、来るでしょ、吉田さんも。やっぱ、慣れっこの金額ですよ、もうすでに。でも、こういうことがね、起きるんですよね。だから、なんていうのかな、ちょっと例えは違いますけども、最後にね、まとめますと、霊魂の世界とお話しできる人っているんですよね。でも、お話しできない人から見ると、嘘だろうみたいな感じなんですよ。そんなとこかなと。もう、まさにね、住む世界が違うような、
気がしてきましたね。この同じ世界に住んでいて何なんだろうな、これを見なくっちゃ、これをと思いました。はい、じゃあこんなところですね。